こんにちはということでですね、整備学園チャンネルやってまいりました。今日も楽しく進めていきましょうということですね、ありがとうございます私、整備学園曽我校の、校舎長大根良がお送りいたします。そして今日のゲストは、はい、こんにちは、整備学園曽我校3年の6期です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということですね、今日は久々に曽我校でこのゲストをお迎えしてですね、お送りしたいと思います。今日はですね、3年生に進路のあれこれ聞いてみよう。はい、ということでいきなりね、タイトルコールしちゃいましたけれども、今日はですね、もう3年生のロッキーにですね、まあ、進路のことをですね、ちょっと今日いろんなことをちょっと聞いてみようかなということで、はい、何でも、何でも聞いてください。ありがとうございます。本当に何でもいいですね。もういいっすよ、確立してもらう。私、タミリシです。どうぞということでですね、皆さんよろしくお願いします。お願いします。整備学園は転入生、編入生を随時募集しています。詳しくはお問い合わせください。はい、じゃあまず進路、大学とか専門学校とかあると思うんだけども、どこの進路に決めた感じかな。私は、国際系、英語とか、はい、外国語とかを学ぶ系の大学に行くことに決めています。国際系。国際系です。語学。語学です。すごっ。私結構航空分野に興味があったりするので、はい、英語とかを学んでおくと、キャビンアテンダントとか、はいはいはい、あと空港で働くグランドスタッフとか、そういったことにも目指せるだけですから、だから国際系の大学っていうのが進路の選択肢にした時に、ここだってなって、もうそこを選んだっていう感じですね。なるほど。じゃあもう夢は空港職員というか、まあ、空港になんか携わるお仕事につけたらいいなっていう。夢ってことでもないけど、今見てる未来はそんな感じですかね。すごい。空港職員、空港っていうかね、まあ、外国人が入ってくるのもめちゃくちゃ多いからね。そうですね。そういう意味ではね、すごくなんか役に立つというか、はい、っていうお仕事っていうかね、力になれればと。なるほど。わかりました。そうすると、ロッキーじゃあいつぐらいからそういう国際系というかさ、その語学勉強して、そういった空港に携わるお仕事したいなっていうのは、いつぐらいから考え始めた感じ？今の進路を見始めたの自体は、もう高校3年になってから、はい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 、だからもう高校整備学園の3年生になってから、そっちの方を見始めたっていう感じ。実はそれまで違うところを見てたんですけど、こっちに決めようってなったのはやっぱり3年になって、なってからなんだ。担任の先生にいろいろお話を聞いたりとかしてっていうのが大きかったですね。あ、なるほどね。じゃあ本当も担任の先生と、まあ、二人三脚じゃないけど、いろいろこう話し合いしたりしてってこう決めたっていう感じなのかな。そうですね。じゃあもうそのね、担任の先生に大感謝ですな。そうです。いやもう私はもう、担任の先生はもう人生のに、私の人生においてすごく大きなすごく大きな意味を持ってるうちの一人なので。なるほど。すごい。感謝してます。なるほど。わかりました。じゃあそうすると、そこまでになんか準備してきたことってある？準備してきたことですか。何も包み隠さず正直に言うと、ないです。ないそう、さっきも少し言ったんですけど、高校3年生になるまでは全然違う進路を見てたので、はい、今の進路を決めるにおいて事前に準備しておいたことはあるかって言われると、正直ない。そうかそうか。どう、ただその3年生になって担任の先生からのね、お話でじゃあここね、その夢った大学に行こうってなったじゃん、はい、例えばなんかね、せっかくほらなんかそういう語学扱うわけだから、普段の勉強とかそこにプラスしたことってあった？なんか例えばほらなんか塾とか予備校行って勉強したとか。確かにあります、私はその塾に行ってて、はいはい、受験期も終わったので、あの今塾にはいないんですけど、ちょうど3年生になった時の4月5月ぐらいからの塾に通ってて、それで英語を学んだりっていうのはしていましたね、あ、なるほど。でも、本当に塾通い始めた当初も今の道は見ていなかったので、あの全然数学とか物理学とかを勉強してたりしたから、今の道にはあまり関係ないことをしてたんですけど、もう今の道だって決めた瞬間にも英語に絞ってやったっていう感じですね。でもそれもちゃんとね、もう先々のね、部分に向けてってことだからね、十分ね、その進路のためにっていうことでは間違いではないですね。今、だから進路のために頑張って、つい昨日英検2級の面接受けてきました。マジで？すごい。一時はちゃんと受かってます。あ、本当に？ちなみに手応え的には？手応えですか。まあ受かったんじゃないですか。受かったと思いますよ。なるほど。
もう、うん、10日先の合格発表が楽しみですね。、うん、なるほど。ってことはじゃあこれがね、あの公開されてる頃にはもう結果は出ているであろうと。今のことは撤回しちゃった。カットで。カットでね。はい、わかりました。じゃあその3年生になって今のその進路に向けて進み始めたわけじゃん。担任の先生とその準備してきたことってある？準備してきたことはあるけど、うん、多すぎる。多すぎる。まあ一つ一つ絞っていくと結構長くなりますけど、はいはいはい、まあ少し、うん、少し重い話になるんですけど、はいはい、私はちょっとあの小さい頃からずっと、うん、飛行機操縦するパイロットになりたんですよ。はいはいはい、でその夢を見ながらずっと生きてきたわけなんですけど、小学校から中学にぐっとこう環境が変わったりとかした時に、やっぱどうしてもそれに追いつけなくて、もう全然いじめられたとかそういうネガティブな理由じゃないんですけど、私自身がやっぱきついなってなって、それでちょっと中学行かなくなってしまって、どんどん勉強も遅れて高校どこにしようってなった時に、うん、まあ、ここを決めるわけですね。そこから先生とここの学校の3年生になって、私このままだとパイロットになれないですよね、どうしようって結構深刻な悩みを打ち明けてから、うん、はい、どんどん大学どこにしようかっていうのを、冬休みの期間中とか夏休みの期間中とかも学校にたまに来たりして、アドバイスをいただいたりしながら大学を決めたり、で推薦の枠を探したりだとか、もう数え切れないほど準備はしてきてますね。なるほど。じゃあ元々はそのパイロットになりたいってのがこのままじゃ難しいってなって、でもやっぱりそのさっきね最初の話に戻っちゃうけど、何かしらその空港に携わるお仕事はしたいなっていうところだったのね。その通り、ね、その通りです。正直、動画見てる人に言うけど、別に私のところからでもパイロットは全然目指せるんですよ。でも私がこっから先這い上がるために勉強するっていうのがどうしても嫌なので、疲れちゃったんですよね。だからどうにかして自分の好きな分野に携わる方法っていうのを先生と一緒に頑張って見つけたっていう、それが今までしてきた準備の一番大きなことですね。なるほど。進路を決めるために、大学を探したりとか、そういったことはしっかりしてきたつもりです。なるほど。さっきさほら夏休みとかも来ていろんな準備してきたって言ってたじゃん。受験に向けてっていうとこで言うと、どんな準備をしてきたのかな。受験に向けてで言うと、もう1から9まで面倒を見てもらってるんで、私は推薦で受けてるところもあるので、自己 PR のシートそれを書くために、仕上げるためにこうやって自分で書いて、添削してもらったものをまた自分で直して、もう一回添削してもらってっていうのを繰り返して完璧な形にして送るだとか、調査書の発行とかいろいろ面倒くさい時があるんですよね。はい、そうですね。そういった準備ももちろん欠かさずやってきてますし、受験に向けて具体的にやってきたことっていうとやっぱそういうことですね。なるほどね。1から9まで面倒見るけど、9から10はどうなのかっていうと、面接受けたりだとか、勉強したりだとかっていうのは自分でしかできないわけですよ。もちろん自分でやったとこもちゃんと面接の練習をしたりだとか、勉強英語頑張ってしたりだとか、そういうことはもちろん自分でやってきたので、まあ、先生にも面倒を見てもらいながら、自分でもしっかり勉強したり準備したりっていうことをしてきました。面接練習は結構やったよね。結構やりましたね。俺ともやったよね。やりましたね。覚えてますよ。2回ぐらい。2回やりました。2回ぐらいやったよね。あの、レベル1から5まで。あ、そう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 。じゃあ呼んで 5はどうなんですかって言われたら、おじ気づいてしまった。そうね。いやでもね、やっぱりそういった面接練習も、まあ、その担任の先生だけじゃなくて、やっぱりいろんな先生にねやってもらって、やっぱりほら先生によって質問内容って結構変わってくると思うんだけど。変わりますね。やっぱ結構やっていく中でなんか想定外の質問とかって結構あった？ありました。あ、これやべ準備してなかったとかっていうのもやっぱりある？あります。ありました。ありますね。なるほどなるほど。出されました。あ、そうだね。結構なんかね、いろいろ言ったような記憶が、一人の、ね、先生にずっと面接練習してもらってても、そのだんだん攻略できちゃうわけですよ。こういう質問聞いてマンネリ化しちゃうというかね。これはもう私の担任の先生もアドバイスしてくれたんですけど、もういろんな人に声をかけていろんな人に面接練習してもらったりとか、っていう、あと塾とかでもしてもらったりして。おー、そうなの。へえ。本当にいろんな人にやってもらって、いろんな質問をされました。そうだね。まあでもだから
からこそどの質問が来てもなんか大丈夫というか、ある程度の体制はできたのかな。できたと思います。でもどうも例えば想定外の質問って受験の時はあった？覚えてないな。あ、覚えてない。多分あったんですよ。うん、あったことを覚えてるんですけど、はいはい、どんなことを聞かれたかって言われると、うん、うろ覚え。あ、なるほどね。練習の時に、うん、先生から私に聞かれた質問だと、うんうん、自分が今社会人になるにおいて足りないと思ってることは何ですか、うん、はいはい、この質問結構私はえってなりました。なんて答えればいいか分かんない。はいはい、もちろんその質問以外にも全然準備してない質問を不意に、うん、打たれたりすることもあるんで、そうですね、もう多くの人に面接演習をしてもらうことに越したことは絶対ない。私そう思っちゃいます。なるほど、わかりました。まあでもね、それがね、そのいろんな準備があって面接もやってっていうことでほら合格を勝ち取ったわけだから、はい、ロッキーのね努力というか、ね、頑張ってきたおかげなのかなっていうところですよね。はい、じゃあ最後に多分ね見てるの1年生とか2年生とかの後輩が多いと思うんだけど、その 1,2 年生のこれから進路を考える後輩たちに向けてなんか一言メッセージをお願いします。わかりました。偉そうに今からまあメッセージを言うわけですけどあ、これまだアドバイスじゃないですよ、うん、そう、正直言って私が中学校の時とかに戻れるんだったら、戻って昔の自分に言えることがあるんだったら、うん、学校行けよ、ちゃんと勉強しろよってことなんですけど、私は全然お父さんとかお母さんからそういう忠告をありがたく受けてたんですよ。今自分がそれを言ったとしてもわからないんですよ、うん、それがどれだけ重いことなのかっていうのは聞かれてもわからないので、うん、今私がこのアドバイスをして、うん、なんか違うんじゃないのそれとか、特にわかんなかったら別に今は気にしなくてもいいです。そのうち分かる時が来ます、私のように私はちょっと遅かったなと後悔してるんですけど、一応自分が大事だなと思ってることは、うん、ちゃんと先を見て過ごすこと。私はこれをしなかったことによって大きな後悔を得てるので、うん、自分が今してることが進路をこれから決めるにあたってどう影響してくるのか、うん、常にそういったことを考えながら過ごすっていうのがやっぱり一番大事だと思います。具体的なアドバイスとしては計画性が全てだと思って、今の話とちょっと関連するんですけど、ありとあらゆる提出物ってあるじゃないですか、はい、ありますね。そうレポートとかね、今見てるそこのチーム課題残ってんじゃないのそういう課題とかをちゃんと締め切り内に出したりだとか、うん、そのためにどういう風に勉強していくのか、今日はどれぐらいやれば期限までに間に合うのか、うん、そういうことの計画だけは私は絶対に欠かさずやってきたので、うん、この3年間、はいはい、中学の時はできてなかったからね、うん、しっかり計画を立てて自分が受験にどういう風に間に合わせるべきなのかっていうことを自分で計画して把握しておくことがとても大事です。これだけは私の口から確実に言えること。もしこれが今分かんなかったとしても、うん、絶対にこれが必要だったなと思う時が来るし、その思った時点でやればいいから、これだけは頭に入れておいてほしいなと私から思います。これが効くかは分からないですけどねなるほど。まあでもね、計画性ってねやっぱりすごく大事だし、ね、その場その場でねやっててもあたふたしちゃうだけだからね、まあ、そういった先を見据えての計画を立てるっていうのはすごくだね、先々っていうか、まあ、今もそうだけどね、うん、大事なことだと思いますよね。すごく大事ですよ、はい、ありがとうございます。ということでありがとうございました。ロッキーなんかね、すごくいろんな話聞けて、はい、なかなか面白かった。うん、ありがとうございます。これがね、うん、力になれるかどうか分かりませんけど、全然全然、もう少しでもみんなの心に響けばと思ってます。はい、わかりました。はい、ということでですね、3年生に進路のこと聞いてみたということでね、いかがでしたでしょうか。この動画が、よかったらグッドボタン、そして、そちらチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、以上曽我校からお送りいたしました。どうもありがとうございました。さようなら。